れてたら無理しなくていいからね。嫌なことがあれば変わるから言って。それ本当に自分のため？優しくするにしても限度があるじゃん。自分のためだよ。魔獣騒ぎだけは避けなきゃいけないからさ。リンの圧倒的な手際の良さで簡単に終わっちゃったじゃん。今日も無事に終わってよかったよ。寝ないと明日に響きそう。よーし、リシティアが頑張れるようにここは俺が一つ手を打つかね。何ですかそれ、嫌な予感しかしないんですけど。心配するな、報酬を用意してきただけさ。作業後に食べる用の甘いやつな。火の打ち所がない結果でしたよね。では報酬とやらをもらってあげます。いや、すげえ効果だったな。まさかここまでうまくいくとは。報酬の甘い香りが気になって集中できませんでした。反省します。人並みの結果が出れば十分だろう。報酬はやるから落ち込むなって。大した恩返しにはならねえが頑張らせてもらおうかね。私じゃなくて私の両親に返すべきじゃありませんか。それはともかく今日の甘い報酬は、いえ、何でもありません。何ら見返りがなくても、成果は出せるんです。私、子供じゃないので。いや、お前、途中から俺の持ってる菓子の香りに気づいてただろう。さっさと片付けて地下行こうよ。今日こそ見つかるといいな。いや、そんな焦らなくても。こういうのはじっくり進めた方が。一生かかったら困るんだって。やる気出してよリン。完璧に終わったんじゃない？二人だと調子いいよね。なんだか最近頑張りすぎな気がするよ。先生もそう思いますよね。次に私が失敗すればヌーベルケ最高への道は完全に断たれることでしょう。いいえ、そんなことはないわ。課題の結果一つをそんなに恐れないで。慰めの言葉ありがとうございます。たとえ最高がならずとも私は救われます。落ち込む必要はないわ。これもまた私たちが力を合わせた結果よ。慰めはいりませんのよ陛下。最高が遠のいていくのですわ。言いたいことは全部わかってるからちゃちゃちゃっと片付けよっか。すべて理解していただけているとは感謝の限りでございますが、実は少し寝不足なんだよね。わかってるって言ったじゃん。寝不足の限界を超えたその先に火事場のバカ力がありましたわ。確かに成果は出たけどさ、絶対体に悪いって。もうやめなよコニー。頼りにさせてもらおう。ご迷惑をおかけしますがお願いしますわ。報告しよう。どうできますかね。ああ、頼む。上々の成果だ。